一生懸命ストレッチしてるはずなのに股関節が柔らかくならないなと思ったことないでしょうか。開脚や Y 字のように足を開いたり上げたりする動きというのは股関節の柔軟性のイメージが強いんですけれども、実はその体勢に耐えられる体幹の安定性とか足を伸ばす力というのも必要なんですね。例えば Y 字のように足を上げる動きでも足を遠くに伸ばせる分だけ高く上がります。これをバレエではプリエといって、体がまっすぐなまましゃがむ練習をして身につけているんですね。そして上げた足に対して上半身が負けないようにぶれない分足も高く上がります。これをバレエではカンブレという体を前、横、後ろに曲げる動きで鍛えていくんですね。この2つを応用することによって足を上げる高さというのをアップしていくことができます。足を遠くに伸ばせないと高さも出ないんですけれども、この足を遠くに伸ばす力や体を曲げる力がアップしていくと足がどんどんと高くなっていくんですね。この膝の曲げ伸ばしを生かせばそこからさらに高くすることもできます。これは Y 字だけじゃなくて開脚でストレッチをするときも同じように生かすことができます。ぜひ試してみてください。以上、参考になれば嬉しいです。